はいどうも皆さんこんにちは。和田トマトです。今回はハロウィンイベントが今年も開催されたということで、様々なイベントやミニゲームに関して、解説していきたいと思います。主な内容は、1、ハブハントポーション材料探し。2、ソウル集めマーダーミステリー。3、期間限定モードのゴーストインベージョンが復活。4、ハロウィンイベントの様々な変更点。5、いつまで開催されるのか、となっています。ハブハントポーション材料探し。日本時間10月12日の午前4時38分頃、ハロウィンイベントが開催されました。毎年開催されていて、今年で第6回となります。正面の背部のロゴが緑色になったのが特徴的です。前回は黄色のままでしたので、すごく驚きました。そしてスポーン地点後ろ部分に巨大な大釜があります。これが今回のハブハントとなります。ハブ、そしてマイクロハブに計13種類の奇妙なアイテムが出現するというものです。これはこれまでのハントイベントで史上初、マイクロハブにもハントが開催されたということになります。出現するマイクロハブは、スカイボーズとベッドボーズです。どちらもハロウィン仕様になっています。残念ながらパルクールワールドのマイクロハブは、ハロウィン仕様にはなっていませんでした。パルクールワールドはリリースする前に運営から、様々な難易度のマップがありマップは時間とともに入れ替わる、と言及されていましたが、現時点では4つのマップのみで固定されていて、時間とともに入れ替わったことはありません。パルクールワールドは9月にアップデートが登場し、新たにスターストアというものが登場しました。これはパルクールをクリアして得られるコインを交換することで、様々な限定コスメキックが入手できますが、すべてのマップをクリアしても現時点では、すべてのコスメキックと交換することはできず、これは今後新たなマップが追加されることを示しています。マイクロハブに5つ目のマップが登場するのか、それともいずれかのマップと時間とともに入れ替わることになると思います。来年もハロウィンイベントが開催されると思いますが、その時にハロウィン限定マップが登場し、そこで得た特別なコインを交換することで、限定コスメキックが入手できるなどの要素があったら、面白そうですね。と話が大きくずれてしまいました。話を戻すと、スカイボーズとベッドボーズのマイクロハブがハロウィン仕様になり、ベッドボーズに至っては登場し以来、初のハロウィンイベントなので、ハロウィン仕様のマイクロハブは初お披露目となっています。そのマイクロハブなどでも奇妙なアイテムが出現し、すべてを集めることができたら、メインハブの大釜に向かって、アイテムをドロップしましょう。そうすると大釜の中から魔女見習いが出現し、限定ハブタイトルヘクストラオーディナリーと、限定コスチューム一途アプレンティスが入手できます。今回のハブハントは非常に難しいです。アイテムの半径30マスに近づけば、名前が表示されますが、それでも高難易度です。おととい、ハブハントの攻略動画を投稿したので、よかったら見てもらえると嬉しいです。公式サイトに載っているこちらの映像には、大釜の手前にクエストマスターのテレポートがありますが、実際にはリージョンセレクターがあった場所に現在置かれています。移動したリージョンセレクターは反対側に移動されました。ソウル集めマーダーミステリー。今年もソウル集めのイベントがやってきました。今回で3回目となります。プレイヤーが倒されるとその場所に墓石が出現しますが、ハロウィンイベント中では墓石の周りにソウルが出現します。このソウルをパンチすることでソウルを集めることができます。このソウルは一定時間経つと消えてしまうので注意してください。集めたソウルは持ち物にあるソウルの本から確認でき、50個集めると墓石ミラーオブソウルズ、100個集めるとコスチュームソウルゴッテスが入手できます。期間限定モードのゴーストインベージョンが復活。期間限定ミニゲームのゴーストインベージョンが今年も復活しました。ゴースト側と人間側が戦うシューティングゲームで、ゴースト側は100機の残機があり、爆発で人間を巻き込みましょう。倒された人間はゴーストになります。人間側は手持ちのザッパーでゴーストを撃ち抜きましょう。制限時間内に生き残るか、ゴーストを全滅することが勝利条件です。上限レベルは20であり、レベルを最大まで上げることで、限定のハブタイトル計4つ、アバター計5つ、そしてレベル20になると、コスチュームカウントゴスティが入手できます。入手できるコスメキックの量は公式サイトから見ることができます。多くの人がレベル20を目標にプレイしていると思います。そこで効率的なレベルの上げ方をご紹介します。結論からすると早めにゴースト側になって試合を早めに終わらすことです。経験値をもらえる条件は4つあり、人間側、ゴーストをキル 5XP、勝利 75XP、ゴースト側、人間をキル 20XP、勝利 25XP、このような感じになっています。レベル20までに必要な経験値は 19000 です。
ゴースト側は人間をキルした時の XP が多いですし、ゴーストインベージョンは人間側が圧倒的に不利なので、ゴースト側になって早めに試合を終わらせ、次の試合に行けば早めに終わると思います。自分は去年、レベル20になるまでに合計で5から6時間ほどかかっていたと思います。またチャットに、スラッシュ Q、GI と入力で素早く次の試合に参加することができます。チャットに上十字キーを押せば過去の履歴が瞬時に出てくるので、これで素早く打ち込めます。ハロウィンイベントの様々な変更点。今年のハロウィンイベントでは様々な変更点があります。列車。まず列車です。メインハブを一周しているこの列車が、ハロウィン仕様になりました。去年のハロウィンイベントが登場する前に、こちらの動画でイベントの予想などをしていて、ハロウィン仕様になった列車が登場するのではないかと予想していましたが、去年は何も変わらなかったので、1年越しに予想が当たって、和田トマトは非常に嬉しいです。ハロウィンマップ、ロビー、テーマ。様々なミニゲームにハロウィン限定マップが登場します。新たにベッドボーズにも5つのハロウィンマップが追加されました。さらに、ほぼすべてのミニゲームのロビーがハロウィン仕様になりました。このハロウィンロビーには小ネタなどが隠れているかもしれません。キャストビルドにはハロウィンをテーマにしたお題が40個追加されました。いつまで開催されるのか ?2019 年から2023年までの開催時期はこのようになっていて、毎年3週間ほど開催されているので、最低でも11月まで開催するのは確実でしょう。もしかしたら終了する数日前に運営からアナウンスがあるかもしれません。伊藤くんと共同で運営している、日本ザ・ハイブアプデ情報というツイッターアカウントがあるので、もしもアナウンスがあればこちらでお知らせします。また、10月16日はハイブサーバーの誕生日であり、今年で6周年になります。この日にログインすると毎年特別なコスメティックがもらえるので、今年もぜひログインしておいた方がいいでしょう。以上が今年のハロウィンイベントについての解説でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。